天王洲アイルの夜景寺田倉庫は東京都臨海部の天王洲アイルに本社を置く倉庫業者。基幹事業の保存保管事業ではワイン、アート、映像フィルムなど各商材に適した温湿度管理による保管と倉庫会社の枠を超えた新規事業を展開している。1950年10月に創業。美術品、映像、音楽媒体メディア、 ワインなどのデリケートな品の保存保管を機関事業としている。また、ブタック事業として、ウェブと写真を活用した新たな収納サービス、ミニクラを積極的に展開しており、さらに、ミニクラのプラットフォームを使ったアート作品のレンタル事業や、月額課金制の衣料品レンタルなどウェーブを使った新事業を展開するベンチャー企業との資本、業務提携にも着手している。 一方で、寺田倉庫の本拠地となる、天王洲アイル地区の活性化に注力しており、新規事業を数多く展開。天王洲の倉庫外からの文化発信に注力し、本社内にイベントホール、音楽スタジオ、茶室などを開設し、同市長枠の施設にギャラリーを誘致している。また、エイジアンアートアワードサポーテッドバイタダの開催や、海外のアートイベントの招致など、 天王洲アイルの地域活性化を目的とした文化、芸術の支援育成に取り組んでいる。2018年8月には法人格では初となるモンブラン国際文化賞を受賞。アート関連事業に注力していることや伝統芸能のサポートなど芸術文化活動への積極的な支援などが評価された。AB テラダ倉庫株式会社八86期決算広告。 テラダ倉株式会社の情報、おたえ第三者割当増資実施のお知らせ。2019年3月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年5月16日閲覧。ありがとうございます。